サッカークロアチア代表。サッカークロアチア代表は、クロアチアサッカー連盟、HNS によって編成される、クロアチアのサッカーのナショナルチームである。愛称のバトレには、クロアチア語で、炎の男の意味。ユニフォームは、クロアチアの国章に使用されている紅白の、一松模様を基調とする。クロアチアは、ナチスドイツの支援のもと、 1939年から1945年にかけてクロアチア独立国としてユーゴスラビア王国を解体し独立した政権を樹立していた。1940年4月2日にザグレブでスイスと対戦し4から0で勝利したという記録が残っている。クロアチアはこの後ドイツ、イタリア、ハンガリー、ルーマニア、独立スロバキアなどヨーロッパの数字国もしくは その傀儡国家と親善試合を行っており、1944年までその数は19を数える。またユーゴスラビア成立後の1956年にクロアチア選抜が結成された気が残っている。クロアチアは1991年にユーゴスラビア連邦から離脱する以前はユーゴスラビア連邦の一共和国であり、ナショナルチームはユーゴスラビア代表に属していた。 ただし、ユーゴスラビア代表は1980年代中頃からチームとして崩壊に向かっており、クロアチア出身の選手に対してユーゴスラビア代表に加わらないよう政治的圧力がかけられることがしばしばあった。こうした状況の中で1990年のワールドカップ直後にクロアチア代表が編成され、首都ザグレブにアメリカ合衆国代表を招いて、 クロアチア代表初となる国際試合が開かれた。この時点でクロアチアは独立していなかったが、連邦からの離脱はほぼ既定路線であった。翌年6月にクロアチアはスロベニアと共にユーゴスラビアから独立するが、ワールドカップ終了後に始まったユーロ92予選にはクロアチア、スロベニア出身の選手は参加していなかった。独立して、 初のビッグトーナメント参加となった UEFA Euro 96では予選でイタリアに1勝1分で忍ぐなど検討し1位突破を果たすと本大会でも8強入りを果たす。特筆すべきは1998年のフランス大会での活躍である。欧州予選ではグループ最終戦の開始時点で自力でのプレイオフ進出すら不可能な状況に追い込まれたが アウェーでスロベニアに勝利する。同時進行のアテネでのギリシャ対デンマークはギリシャが勝利すれば予選を1位突破し、デンマークがプレーオフに回るという試合だったが0から0の引き分けでデンクが1位突破を決め、ギリシャが3位で敗退し、プレーオフ進出が転がり込んだ。そこでもウクライナを2試合合合計3の1で破り、ワールドカップ初出場を決めた。本大会では、 グループリーグでアルゼンチン以外の日本、ジャマイカと共に3チームがワールドカップ初出場という得意なグループに入るがアルゼンチンには敗れたもののジャマイカ、日本を破り2位でグループリーグを通過決勝トーナメントに進出した。決勝トーナメントでは1回戦でルーマニアを破り UEFA エウロ96と同じくドイツとの対戦となった。 準々決勝でも3から0で勝利した。準決勝でこの大会の優勝国となるフランスと対戦。1から2で逆転負けしたものの3位決定戦ではオランダ王2の1で破って3位入りを果たした。この大会で6点を挙げたダボール・シューケルが得点王に輝いた。日韓 W 杯以降はチームの高齢化などによってしばらく停滞していた時期もあったがルカモドリッチ。 マリオ・マンジュ・キッチ、イヴァン・ラ・キッチ、ニコ・クラニチャール、エド・アルド・ダ・シルバラ次世代の若手選手が対等した。エウロ2008予選では、フォームとアウェーでイングランド2に連勝し、本戦ではドイツに勝ち決勝トーナメントに進出。準々決勝のトルコ戦は延長終了間際に、先制したが直後に追いつかれ、大会無敗のまま PK 戦で涙を飲んだ。 その後の FIFA ランキングは急上昇し、最高で5位まで上がっている。2010年 FIFA ワールドカップ予選は、主力選手の怪我やイングランド、ウクライナ等の強豪国と同グループになったことから予選3位で終わり、初の予選敗退を喫した。3大会連続出場となった、エウロ2012では、グループリーグで敗退した。2014FIFA ワールドカップ予選では、グループ2位で、 プレーオフに進出し、アイスランドを一勝一分けで破り2大会ぶりの本大会出場を決めた。2014FIFA ワールドカップ本大会では、カメルーンには勝利したものの、ブラジルとメキシコに敗れ、グループリーグ敗退となった。4大会連続出場となった、エウロ2016では、グループリーグでスペインに勝利し、グループリーグ首位通過でベスト16へと進出したが、 ポルトガルと対戦して敗れた。2018FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選では予選敗退の危機に就任した、ズラトコナリッチ監督がチームを再生させ、プレーオフでギリシャを破り、本大会出場を決めた。本大会ではアルゼンチンに3-0で解消するなど、参戦全勝でグループ D を首位で通過した。決勝トーナメントは1回戦のデンマーク、ベスト8のロシア、 準決勝のイングランド戦のいずれも先制されがら、同点に追いつき、3年連,連続延長戦、うち2戦が PK 戦決着を勝ち抜いて、旧ユーゴスラビアから通しても、初めての決勝進出を果たした。決勝戦は20年前の準決勝で敗れたフランスと対戦し、再びカラヨンで敗れたもののワールドカップ、準優勝という成績を残した。なお、この試合で、 フランスの先制点となったマリオ・マンジュキッチのオンゴールはワールドカップ決勝戦史上初のオ,オンゴールかつワールドカップ史上初の双方シュート0本で得点が決まった事例であった大会終了後キャプテンとしてチームを牽引してきたモドリッチがゴールデンボール最優秀選手を獲得している2018年11月22日現在 2018年11月22日現在、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。